空よいどこさんさのよいやさんさん
が通路の表口に、はい、あまりに人が多くて悪いから、はい、盗みたかりと間違えました。バンドが金を包んでお帰り願い、勘助の懐の中へと入れました、はい、何をするのか失礼な、はい、金が欲しいってなんだかれや、わざわざ届けに行くもんか、はい、拾った風呂敷包みのこの中に命に関わる実印や証文、金銭が50両こんな大事な風呂敷を落とした人は大変に困っているかと心急いで持ってきたよ。はいよいよいよ、ありやこらせどっこいせ、聞いておどろくバンドがおいさん、しばらくしばらくお待ちを願います。やってきました旦那の部屋へ、実は鹿爺かというわけで旦那が落とした風呂敷を届けに来ました。この人はゴロロを着物に知りきれぞり、人は見かけにゃよらぬもの、一言礼と出てみれば上がり上がり口へとどっかと座り、あぐらかいたる若造へ、遠いとこから落とし物ようこそ届けてくだされた、どうぞ上がり願います。言えばあかんすてにっこりわからい、そんの日暮らしの米踏みでそう思う風にしておれん。旦那が落とした風呂敷を調べてくれと手渡した、はい、旦那それではごめん、あ、もしお待ちを。少ないけれどもタバコ銭、ここに金すら50両どうぞ納め願います。旦那、おかしなことをしなさんな、よどやたつごろ振り切った、よろ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 とよろめくよどやの旦那、おっと溶けて喧嘩でもしなさんな、言葉残して勘助がボロは飽きてて、もう心は愛しき見上げたもんじゃ大した男、隣の部屋で様子を見ていた娘の駒、そりゃよいとこさ、さよいやさ、さそりゃ乙女心に火がついた、そりゃパッと燃やした、18年あなたのもし勘助さんそって苦労がしてみたい、沿わせてくださいお父様よ、あいやこらせどっこいせ、きっと立つごろニコニコ笑い、お前が晴れるのも無理はない、線は急げと番頭さんを呼び寄せて、すまん
れども番頭さん、これから難波の勘助さんに娘のおこまが恋ぜひとも娘の婿殿になってくれいと、とくと頼んできておくれ。承知しましたとバンドの儀助やってきました。熱烈に引き止めるかどうの勘助は、向こう鉢巻きキリキリキリと締め込んで、歌いながらに米を踏む。表に立てバンドが勘助はん、もしもし勘助はん、実はしかじかここでぜひともよどやのむこよし来てくだされ、ぬかこの通り、それが無理になら嬢さんを嫁にもらえてくださいな。バカにするのほどが百万両のお嬢さんと、その日なしの米踏みが目音に出たら笑い者のお嫁さん、はいはい、あいやとらせどっこいせ、月とスポン隅なんと蹴飛ばし駆け出せる、はい、飛んで戻って旦那の前で、その日暮らしの米踏みの、はい、どこよって惚れたかお嬢さん、怒られ戻ってきましたと言えば旦那の辰五郎、はい、末にゃこんな笑顔でも娘の婿殿になってもらわにゃ収まらん。奥の離れでお嬢さん、なんで寝られるはずがない。夜の夜中に起き上がり、抜き足差し足忍び足、バントの枕元へと座り込み、起きておくれと揺り起こす。偉いすまんが難波まで、あたしのお願いきっとくれ。苦い顔してバントめ、裏の置き時計洗い出てゆく。どこも引かずにあんどんてんもとに引き寄せて、やもめ暮らしはつらいものと、ひとりごとを言いながら、旅の破れをつくる姿でもたっても知られずに、中へ飛び込むお嬢さん、どうかしかくださるなんや。あじっと見つめる顔と顔、はっびっくりしたな。もうどこの娘さんかいな。あんたは淀屋のお嬢さんかい。
その時さっと吹き込む春風に部屋の明かりが消えました。あれまあ怖いとしがみつき、何も怖がることはない。夜中の天気と違います。隣り近所がある間、力いっぱい抱きしめてや、100万両の一人娘のお嬢さんを女房にもらった大助は、米踏み廃業土木建設営んで大黒町やら助町を北を流れる木津川も、みんな勘助放ったもの。日本どこのか世界に誇る大阪の中心建設手がけました。キズカンスケ恋物語、ちょうど読み切りつきました。まだもまだもと思えのむ、下手で長いのは耳障り、下手で長いのは秋が来る。もっともっとと勉強して、またの会う日を楽しみに。お後の良いのとちょいと変わる。